はい、どうもプロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はねもうすでに行われております、新鮮はグランドボールさんですね、全日本大学個人ボーリング選手権大会、こちらのメンテを東急いたします。もうね、今日から始まって撮影してる今実質ですでに始まってる状態なんですけども、例のオイルの長さ43フィート、オイル量が 28.5 ということでね、まあ、新鮮はグランドボールさん我々年に1回全日本選手権で伺うセンターなんですけど、まあ、僕はデイリーコンディションを投げたことないんですけどね、システム300という板でですね非常に硬い直進力があるけど結構手前のオイルが取れるのが早いようなイメージがあるんですけども、まあ、オイル量がね28ミリあるので、まあまあオイルは感じるし先がシュンシュンシュンでいっちゃうような感じに思うんですけどね、オイルもアイスなんで、まあ、同じメンテを引いてみましたものの、うちはフレックスではなく、カストディアンウォーカーの上に、プロデジーなんでちょっとネバッとしてるかも分かりませんので、まあ、参考程度にというかね、まあ、大学選手権私もアマチュアの頃ね、一番最後に確か出たアマチュアの試合が全日本大学個人選手権やったと思いますのでね、まあ、当時のもう20数年前のことを思い出しながらね、投げてみたいなと思いますけども、まあ、大した成績を残せなかった水谷ですが、1ゲーム投げてみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きましょう。ボールはね、オルタードリアリティの1000番サンディングにしてきました。オイルが28ミリあるのでね、光ってると僕の場合はシュンシュンシュンと行ってしまうのでブレーキがかかりやすいようにしております。はい、まずはね、大外はガンガン抜けてったんで、はい、1フレー10ボードぐらいから行きましたけど、おー切れるね。練習投球もうちょっと滑ってったんやけど切れるね。ちょっとね、オルタードリアリティもお色に強くブレーキのかかりやすいようにしてある分だけ暴れん坊将軍ではないんですけど、めちゃめちゃ使いやすいボールにできております。こうやってね、はい、結構ね被災のこのオイルを持ってしてでも真ん中スーッと進んでいくんで、これ新佐山さんでちょっとだけすでに配信を見させてもらったんですけど、結構奥がシューッといってましたからね。でこれあるピン、やっぱりシュプリーム入ってるんやろうか。我々ねプロの試合で行くときは必ずまたアイピンが入ってて全然倒れないんですけど、はい、普段のピンとはちょっと違うんですね。そこがしっかりしてて絡まないピンが入ってるんですけど、今回どうなんでしょうね。はい、2フレちょっとゆっくり投げたけど、だいたい手先が7ぐらいで止まるように投げるのがいいんじゃないかなって思って見てたので、その辺を投げて見てますけどね。だいたい僕が投げてそれを参考にしまうはずの動画やのに、逆に投げた人のを参考にしますけどね。はい、でも投げやすいね。このレンめちゃめちゃええ感じちゃう。このね動画をちょっと見ましたけど、誰が何手打ってるかまでは今把握してない状態で投げてますけど、いいね。これしっかりボールを普段ね、普段の面でと違うんで転がせれる練習になるね。はい、行きます。ちょっと出気味で、ちょっと出気味で、でもできるだけ痛めに沿ってる感じですね。まあ大きくまたぐのが僕は得意ではないので、今ぐらいね、こう痛めに沿った感じの出気味のボールがこのレーン先のフッキングだけ合わすっていう感じね、いいかもですね。はい、久しぶりにリアリティ投げたけどいいね、このボール。どっちかっていうとこのボールも僕のレイアウトがね、大きく痛めまたぐんじゃなくてこうやって絞って奥で動かしたら非常にピンアクションのいいボールに感じるんですけど、動かすボールはまた別にあるんでね、これはこれでいいと思います。あ、出すぎた、ね、あれはね戻ってきても天ピンなんですよ。やっぱり43フィートのマジックと
塗り方ね、お色の塗り方がね、そういう感じに感じるの。で特に僕のボーリングスタイルではあれがポケットまで届かないのよ。はい、スペアは結構シュッていきますよ。28ミリあるんでスペアボールシュッていくんちゃうかな。ね、これフーンっていくよね、ほら。はい、普段の被災だったらちょっとあそこ曲がっていきよるんですけど、はい、しっかりシューッと滑っててくれるので取りやすい。さあ一回ストライク止まってしまったんですけど、もうこのまま行こうかな。ちょっとじゃあね、そんなにカバーの強さは変わらへんかもわかんないですけど、ちょっとねアテンションの方が僕の中ではメリハリがあるんですよね。ちょっと投げてみましょう。立つ位置変えません。どうでしょうか。アテンションの方が、まあ、黒い部分もあるかもしれんけどメリハリがあるように感じる。ね、ね、ほら、なんか一個奥まで行ってからグッと来てるような気がするんですよね。アテンションが僕の中で基準なんでいつも言うてるね、これを基準に今日は早い遅いを判断してるボールなんですけども、なぜかこのボールが一番扱いやすいんです。はい、いきます。ちょっと左寄りました。気持ち中から行ってみたけど、おー、いいですね。やっぱ曇らしてない方が一切ですからね。これ新佐山さんやったらちょっと今のやったら飛べへんかもわからんっていう感じなんです。オイルはね、まあまあ今2回投げたけど見えるかな。オイルはまあまあついてきてますからね、こうやってね。はい、見えるかな。よいしょ。そうですね、やっぱりそういう感じに思えるので、リアリティで、リアリティも光っとったらこれの方が良かったかもわからんけど、どっちにしてもでもいるんだなこれ。まあ、スピード違反厳禁という感じには思いますけどね。はい、行きましょう。ここリアリティ戻しました。当てすぎた。これ戻る？わ、惜しいな。微妙やったけど、ちょっともうこぼれたってのもあるけど、でも届いたね。これ僕の回転数スピードであんなに曲がるんだから、今時の学生君たちやったらもっと曲げる子多いんだろうね。まあでもこれは打てるレーンだよね、同じならば。これスペア全然進んでいくもん、めちゃめちゃ進んでいく。よし、だいたい比率が何対何なんやろ、あんま見てなかった、長さしか見てないけど、もう3対1なんですよね。3対1には感じやんけどなこれ。まあまあまあ、うちの草地が出てるんでしょうね。僕たち3対1じゃなくて2対1とか投げるからね普段。3対1がだんだんそんなにめちゃめちゃ難しい例に感じなくなってきてるのは事実かもわからんね。はい、やっぱり奥でね、消えてて届いてくると投げやすく感じる、外がね。はい、行きます。これぐらいでしょうね。はい、ね、やっぱり幅狭く投げるのが正解なんでしょうね。これウレタンは多分いらんですよね、この感じやったら。一瞬ウレタン外側にオイルあるかいるんかなと思ったけど、そうでもないね。幅を取るとちょっとピンが絡まなそうな気はする。はい、いきます。フレ、スピード入っちゃったよ。ああ、そういうことか。あれが3対1のマジックなんでしょうね。アイスなら
アイスならやっぱりでもリアリティやろな。 S84 パールってやつね。ちょっとゆっくりトライに行ってみましょう。わあ、どこがトライやねん。むっちゃ手前曲がった今。やっぱりうちの下地やなこれ。レーンじゃないね。下地がやばい。じゃあ本ちゃんはもっとむずいかもこれ。今思いました。失礼いたしました。ということでちょっと外使ったらあかんという体でテンフレはちょっと中投げてみよう。中入れてもめっちゃ中じゃないけど、外は使った一遍っていうような体で中、これぐらいかね。ねえ、倒れんよな。そら43フィートで中絞りは倒れんよなってなると、ちょっと頭ひねらなあかん気が最後に最後にしてきた。思い込んで簡単で思ってればよかったかな。はい、スペアいきます。おっと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 、危ない。取れた。はい、じゃあ最後ねしっかり決めて200ちょうどにはしてみたいな。じゃあ最後はね、頼みのアテンションブラックパールでいきたいと思います。リアリティちょっと抜けたから今ビビった。頑張れアテンション、いきます。あー戻って、あー倒れたよ。はい、ということでスコアも読んでくれた。200点ちょうど、今映ったかな。最後のヨレヨレストライクね、セーフです。はい、ということで200ちょうどになりました。あ、よかった。はい、まあ今ね皆さん大学生の皆さん頑張ってると思いますけども、まあ、JBC さんのね、チャンネルで動画やってますので、ライブ配信やってますので、ぜひ皆さん視聴してあげてください。ということで本日の内容は以上でございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。